さあ、ここからお参りを助っ人、この方と一緒にお送りしていきます。はい、ファーカフェ名古屋斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。先週に引き続きこちらの方に来ていただいております。医学生クリエイターの中川麻子です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、先週はね、現役医学生として勉強しながら純文学とか SF とかいろんな小説を書かれてると。でしかも書いてるだけじゃなくてちゃんと賞とか取って認められてると。で、まあ、どんな風に小説を考えたり書いたりしてるんですかっていう話を、先週は聞いてたんですけれども、どうやら中川さん、小説以外にも、はい、また別の分野についても今制作されてると聞いたんですけれども。はい、去年一昨年と、まあ、熊財団っていう若手クリエイターを支援するための財団に所属させていただいてて、はいはい、まあ、その中でいろんな分野のクリエイター、例えば建築やってる子だったり、あの油絵描いてる子だったり、あとは壁画とか、まあ、ファッション作ってる子みたいな、本当にいろんな人と知り合って、まあ、その中でコラボだったり、自分もその立体的な作品を作ったりっていうのに興味を持ち出しました。うーん、で、今いろんなこう立体的な作品も制作されてるってことで、はい、どういったものを作られてるんですか？そうですね、例えば、まあ、去年行った展示でいうと、はい、まあ、現代アートチックな感じで、医学と生命をテーマにした SF 作品みたいなのを、うん、まあ、文章ではなくてその展示物を使って SF のストーリーを表現するといった感じで制作させていただきました。ほうほうほう。いくつか写真は見せてもらってるんですけど、はい、ちょっと説明してもらってもいいですか？あ、はい、そうですね。まず一番ちょっと分かりやすいのがこのスマートフォン2台の作品なんですけど、はいはい、まあ、これどういうことかっていうと、遠い遠い未来、その人間が絶滅してしまった未来に残されたスマートフォンっていう設定で、うん、あのもう肉体はないけど、この2つのスマートフォンで交わされてるあのダンジョンやり取りみたいなのだけは残ってるよっていう、ほうほうほう、まあ、わびしさみたいなのを表現した作品になってます。はー、人間は絶滅してると。はい、だけどこんなのが残ってたみたいなこと。はい、それでその残ってたものを、まあ、未来人みたいな地球人ではない存在がもう博物館として展示してるよっていう風刺みたいな作品ですね。だから今我々がピラミッドを見て、はい、これどうやって作ったの、これ誰がやってたみたいなのが何万年後かには今の僕たちが当たり前だと思ってるものがポンと残ってて、はい、これ何なんみたいなことやんな。はいはいはい、そうですね、本当にその通りだと思います。未来から今を見た作品みたいなことですよね。はい、他は心電図みたいな、うん、あの波形をイメージした作品なんですけど、ほうほう、まあ、これもあのさっきと同じように、まあ、人間が絶滅した未来にここ結婚っていう文字が書かれてると思うんですけど、うんうんうん、画像のところに、まあ、言ってしまえばその心電図をもとに未来人がいろいろ人間について解釈して、うんうん、まあ、この波形はこういう意味だよねっていうのを勝手に後付けしてるんですけど、ほうほう、でもそれは全然意味がずれてて、うん、まあ、心電図ってただの心臓の拍動なんですけど、うんうんうん、っていうところのズレをまた風刺みたいな感じで表現した作品になってます。すごいね、そのなんか考えてるか、そのなんかね、この間どっかの美術館行って絵の進歩みたいなのもあるじゃないですか、全体で捉えるようになったとか、あ、うん、なんだろう、立体に描けるようになったとか、この絵がこう進化していくんですよね。はい、でこうどん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 いろんな作品がわーって生まれてきて、一番最後が現代アートなんですけど、現代に近づけば近づくほど意味わからんのですよ、僕らからしたら。なんか昔はちゃんとその上手な絵が描けるか描けないか、戦いの絵が描けるか描けないかで、宗教画とかもわーっていっぱい出てきて、はい、どんどんと現代に行けば行くほどもう抽象的でわからんのですよね。そうですね、本当にあのだんだん現代に近づくにつれて、うん、その今まで評価されてたものとはまた別の抽象的なコンセプチュアルアートみたいなのが今すごい流行ってて、うんうん、まあ、私も正直見て意味ついていけないなって思ったりする鑑賞作品もたくさんありますね。で、斉藤さんのことそういう作品めっちゃ見てるわけですよ多分。
ほどほどにはね、はい、どう感じるんですか。あでも結構僕はもう最近突き抜けてきて、うん、分かんないなっていうのを楽しむ時も結構ある。ああなるほどね。いや面白いっすよね。面白いっす。本当にセンスの世界というか、うん、ちょっと感じるものを受け手に委ねてるというかね、答えがありそうでないっていう。そうですね。うん、その辺がちょっとやっぱ SF チックな発想で、はい、ものをこう絵が表現してるっていうところなんかな、やっぱ中川さんの。そうですね、本当に自分の思考の、まあ、どこかにはもう常に SF 的な自身の探求みたいなのあると思います。うーん面白いな。でこういうのを作っていこうと思ったきっかけは何なんですか。やっぱ本当に根本にいるのはあの手塚治虫さんっていう、お漫画の神様って呼ばれる、はいはいはい、存在なんですけど、なんか彼が残した言葉にもうアイデアだけは本当に腐るほどあるんだっていうのがあって自分も割とそのタイプで、もうアイデアだけは本当にたくさんあるけどアウトプットの手段っていうのがなかなかおぼつかない、まあ、手塚さんが私の目指してる最終形態みたいなところではあって、アイデアを、まあ、いろんな形でこれからもアウトプットしていきたいなと思ってます。天才やん中川さん、めっちゃ楽しみやわありがとうございます。いやちょっともう知らなかったんで、中川さんの作品とかもちょっとこれからちょっと読ませていただきたいです。ぜひぜひ。本当にありがとうございます。本当3週にわたりいろんなお話してもらいましたけど、まあね、僕とか斉藤さんよりもまだまだ未来のある方なんでね、はい、未来しかないです。未来しかないんでね、多分きっとここからいろんなものを生み出していくと思いますんで、楽しみにしてますね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、3週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。